皆さん、明けましておめでとうございます。今年の僕のテーマは本気。本気になれば自分が変わる。本気になれば全てが変わる。さあ皆さん、本気になって頑張っていきましょう。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。僕の今年のテーマ、そう、一つのところに命をかける。一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。一生懸命頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れ、もっとやれるって、やれる気持ちの問題だ。頑張れ頑張れ、そこだそこだ、諦めるんだ、絶対に頑張れ、積極的にポジティブに頑張れ頑張れ、北京だって頑張ってるんだから。一番になるって言っただろ、富士山のように日本一になるって言っただろ。お前、昔を思い出せよ。今日からお前は富士山だ。気にすんなよ、くよくよすんなよ、大丈夫、どうにかなるって。 Don't worry, be happy。 諦めんなよ、諦めんな。お前どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ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 、諦めたら周りのこと思えよ、応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ、必ず目標達成できる。だからこそネバギバ。世間はさ、冷てえよな。みんな君の思いが感じてくれねえんだよ。どんなに頑張ってもさ、なんで分かってくれねえんだって思う時あるのよね。俺だってそうよ、熱く気持ちを伝えようと思ったってさ、お前熱すぎるって言われるんだから。でも大丈夫、分かってくれる人はいる。そう、俺についてこい。なんとなく生きてんじゃないですか。迷ってんじゃないですか。生き生きさい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな、ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命、一つのところに命をかける。そうだ、今ここを生きていけばみんな生き生きするぞ。心も体も寒いと思ってるあなた、すぐ熱くできる方法があるんだよ。言葉さ、寒いって言えば寒いでしょ。暑いって言うんだよ。暑くなってきたね。あれ、熱い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 、あれなんか気持ちも体も熱くなってきた。熱い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 、体も温かくなってきてるよ。そうだ、人間北海道、もう気持ちも体も温かい。俺は何があっても大丈夫だ。この暑さで頑張ろう。もっと熱くなれよ。熱い血燃やしてけよ。人間熱くなった時が本当の自分に出会えるんだ。だからこそもっと熱くなれよ。悔しいだろ、わかるよ。思うようにいかないことたくさんあるよな。石川に来て目の前に美味しそうなカニがあったとしても食べれない、我慢しなきゃいけない時だってあるんだよ。人生思うようにいかないことばかりだ。でもそこで頑張れば
絶対必ずチャンスが来る。頑張れよ。焦らない焦らない、一休み一休み。頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れ、待って、やれるって、やれる気持ちの問題だ、頑張れ頑張れ、そこだそこだ、諦めるんだ、絶対に頑張れ、積極的にポジティブに頑張れ頑張れ、北京だって頑張ってるんだから。暑いよね。わかるわかる。涼しくなりたいの？涼しくなりたい？すぐやっちゃうから。いい？ねえねえ、君んちってどんな家？ん？ちゃんと言えよ！いや。わかったよ。覚悟してけよ、次は。この海何？何という海？何という海？うんうん。シー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 。海海海海海。あ？わかったよ。ならば、行くぞ！松岡シュー、涼しくなって。